今治新都市開発は都市再生機構、愛媛県今治市の3社が愛媛県今治市の給料地で進めている用地、整備事業である。2地区に分かれており、うち第1地区は西瀬戸自動車道の今治インターチェンジに接しており、また第1地区、第2地区ともに国道196号からの進入路が整備されているなど、交通の便は良好。 また工業用水が豊富で全国的に見ても安価である。2006年秋から一部分譲が開始されている。西瀬戸自動車道の四国側の丘陵地において都市機能用地を整備することによって可強効果を最大限に引き出すために計画された。ただし用地の買収や増成は同ルートの開通から大幅にずれ込んだ。また開発途中で可強効果も低減。 バブル崩壊もあり、分譲開始はさらにずれ込んだ。加えて、第二地区の開発予定地において大高の映像が発見されたこともあり、大幅に遅延した。また、その整備が財政的に負担になるのではないかとの懸念が指摘され、合併協議においても内軍の近隣町村から懸念の声が上がっていた。これに対し、今治市では、 市の普通建設事業費の枠の中で十分消化できるものとして理解を求めてきた。今治市は、オち群11か、町村と2005年1月16日に合併し、新今治市となったが、この市町村合併に伴う市長選挙においては、人口減少、経済環境の厳しさ等から、その推進の是非が最大の争点となり、計画の見直しを訴えた。 オチシノブが推進派等を破り当選した。新市長就任後、同市では見直しのための委員会を設置し、再検討を行った。愛媛県繊維産業技術センタークリエイティブヒルズと呼ばれる産業用地である。日本食県のシェーンブルン宮殿工場や塩冷熱の本社新都市工場が立地している。その他、運送会社やプラスチック加工メーカー、 医薬品卸売会社などが進出しているほか、愛媛県繊維産業技術センターが立地している。繊維産業技術センターは、今治市東村2丁目に立地していたが、築後40年以上が経過し、施設、設備全体に老朽化、共愛化が進んでいた。県の財政難で着工が遅れていたが2013年に2月に、寄港し、2014年4月に落成した。 新センターは、鉄筋コンクリート3階建ての本館と、鉄骨平屋の工房があり、延べ床面積は、旧施設の約2倍の4347平方メートル、総事業費は約14億円。ありがとうサービス。夢スタジアムテニスコート16面が整備されている。当初は、中村時広愛媛県知事の提案をもとに、J1 企画のサッカースタジアムの建設時、 愛媛 FC の活動拠点とすることが検討されてきた。しかし、維持費の問題や、愛媛 FC が、ホームタウン移転や建設に、消極的なことから、官両寺市長が2013年5月末の審議会委員会で、環境が整っていないと述べ、建設を見送ることを決めた。その後、代替案として、市民向けのサッカー場を併設した、陸上競技場を整備する構想が発表され、 2018年以降に本格整備される計画となっている。一方で FC 今治の運営会社今治。夢スポーツが市から土地を20年間無償貸借した上で J3 リーグ開催基準を想定した5000人収容のサッカースタジアムありがとうサービス。夢スタジアムが建設され2017年8月に完成した。将来的には クラブハウスなども建設する。テニスコートは2017年のマナガをつなぐ愛媛国体で活用されることが決まっている。イオンモール今治新都市大型ショッピングセンターの立地を検討しているとの方針が2006年10月26日の今治市議会新都市開発統制日特別委員会における市側の説明で明らかになった。市としては 約10ヘクタールと大規模な用地が処分できる。8月に業者が視察に訪れたほか、11月現在、すでに何社かが関心を示しているとの報道。11月9日に市による説明会が行われたが、中心商店街との関係が明確でなく、影響が大きい。先の見直し委員会でも、ショッピングセンター用地にすべきとの意見は見られなかった。 12月議会での土地利用の方向性の転換についての合意を取り付けようとのスケジュールは接続であると中心商店街の店舗から反発の声が上がったがイオンが落札。隣接する用地には家具専門店の片山が進出している。大型商業施設計画イオンショッピングセンターが進出する見通しであり、証券人口は松山市や西条市を含み店舗面積は 新居浜市にあるイオンモール新居浜に並ぶ規模を計画しており、年間売上高は約150億円が見込まれている。オープンは2010年を予定していたものの用地、契約以降、具体的な進展は見られない状況であったが2011年の夏頃、イオン側から今治市側に2014年5月にオープンする計画になったと説明があり、当初の進出計画より遅れて進出する計画に、 なった。2016年4月23日イオンモール今治、新都市海洋。第2地区に立地している、今治西部丘陵公園岡山理科、大学今治キャンパス、島並ヒルズと呼ばれる、小建て用の南向き住宅団地である。2006年秋から分譲を開始。2013年時点で、約150世帯、500人が居住している。第二地区の東部、 市街地に設置する用地にぎわい農家は、高等教育用地として、大学や専門学校などの誘致が計画されている。以前、松山大学が進学部設置を検討していたが2003年に、松山大学の経営判断で中止となった。それ以後は、県外の私立大学や専門学校の誘致を進めており、学校法人加計学園が獣医学部の立地を計画している。 しかし獣医学部には国による入学定員の規制があるため市は県とともに国に規制緩和を求めて構造改革特区を提案しているが獣医師の供給不足は起きていないと却下されるなど誘致は難航している。しかし2015年12月に地域限定で規制を緩和する国家戦略特別区域に今治市が指定され2016年11月の国家 戦略特区諮問会議では、特区内の大学などでの獣医学部の新設を認めることを決定。2017年1月には、新設地が今治市に絞り込まれ、内閣府が特区内で獣医学部を運営する事業者の公募を開始。学校法人科家計学園のみが公募に応じ、岡山理科大学が2018年4月に獣医学部を開設することが決まった。 国内の獣医学部は52年ぶり、四国では初の開学となる。2018年4月3日に、岡山理科大学今治キャンパスとして開学した。第二地区の西部にある用地、島並の森は、今治西部丘陵公園と一体となり人と自然が共生する体験学習、レクリエーション用地となっている。用地の一角には、学校法人今治不問学園が購入し、 島並みの森認定子ども園が開設されている。第二地区のほぼ中央には文化ホールの整備が検討されていたが、中心市街地活性化との関連や交通の便等も開案し、中心市街地への建設の方が望ましいとの意見も出されている。なお、市民には平成の大合併の前から文化ホールの設置を望む声が強い。同市は建築家。 丹下建造の出身地でもあり、同志設計の文化施設も、市役所前に存在しているものの、老朽化し、手狭になっていることから、文化ホールの整備充実は、長年の課題となっている。2004年から整備を進められている、総合公園。公園は、憩いのゾーン、観察の森ゾーン、里山体験ゾーンの3つのゾーンで構成される、予定で、 2011年に一部が開園した環境体験プログラムなどを行っている特定非営利活動法人フラの自然塾の監修のもと今治自然塾が改築され自然環境体験のプログラムなどが実施されている2016年10月より FC 今治の運営会社である今治夢スポーツが指定管理者として管理運営を行っている 潮レネツの本社、新都市工場今治新都市第一地区の、勘治処分が完了し、新町名が設定されました今治新都市、2013年12月6日、閲覧。巨大買い物空間に、人並み今治、イオンモール開業愛媛新聞、2016年4月28日、閲覧。岡山、加計学園、獣医学部が、開学理事長、 努力をしまぬから、毎日新聞、2018年4月13日閲覧。愛媛県繊維産業技術センター本館、工房完成マイナス立て通りニュース、2014年4月21日、閲覧。今治タオル研究開発の新拠点完成愛媛、新聞、2014年4月21日閲覧。AB 今治市、サッカー庁構想見送り時比。 年間1億円レック読売新聞、2013年6月1日、閲覧。今治に、サッカー場構想市民向け18年度以降整備、愛媛新聞、2015年11月1日閲覧。サッカー、FC、今治、新スタジアム JFL 昇格絵師が、アシスト土地を無償対予視長、精一杯協力から、毎日新聞、2016年1月1日閲覧。 第72回国民体育、大会会場地市町内定一覧表、市長別、平成22年11月現在愛媛県、愛テレビニュースキャッチャーイ、今治新都市、イオン十4年5月開店へ、独立行政法人都市再生機構、今治新都市まちづくりの歩み、27ページ、ABEO スクープ、今治新都市の各11次大読売新聞、2013年6月25日、 閲覧。国家戦略特区、4自治体新たに、千葉市はドローンで宅配へ引く毎日新聞、2017年1月22日、閲覧。獣医学部、特区内で、新設認可政府日本経済新聞、2017年1月22日、閲覧。50年ぶり獣医学部新設四国発、愛媛、今治市に絞り込み設置事業者公募、産 k ウエスト、 2017年1月22日、閲覧。AB 岡山理大、新学部今治に獣医学部、事業者は、加計学園来年4月開学へ、今春着工毎日新聞。2017年1月22日、閲覧。今治西部給料公園に係る指定管理者の予定者となる団体の選定について今治市。ありがとうございます。